はい、今日はもつ鍋を作ります。すでにスープを作ってあります。豆腐も入れてあります。次はキャベツとニラを切ります。キャベツを切ります。はい、キャベツを切りました。切りましたというか、まあ手で引き裂きました。はい、次はニラです。ニラを切ります。お店で食べるときにはニラは長く切ってありますけど、自分で切るときには2センチぐらいに切ってます。その方が消化がいいと思います。今日は全部使いました。でも残ったときには卵焼きに入れて使ってます。次はもやしを入れます。もやしは全部使った方がいいんですけど、うちは2人なので、まあ少し残るぐらいです。本当は全部使った方がいいです。残ってしまうともやしってもうすぐダメになってしまうので、全部入れます。はい、もやしまで入れました。こんな感じになってます。はい、もつ鍋なので、もつを入れます。私は島町が好きなので島町を入れます。うちの母はもつはちょっと硬いので、プリマの粗挽きウインナーを入れます。このウインナー美味しいです。はい、ウインナーを入れました。ちょっと汚れてますけど、これ献血ちゃんの鍋敷です。はい、もつを入れます。はい、もつを入れました。母も食べるときには少し小さく切るんですけど、今日は私だけなので、もつはそのまま入れます。玉ねぎも入れます。玉ねぎは半分だけ入れます。はい、できました。今から美味しくいただきます。すいません、途中。充電が切れてしまって途中がありません。それでは、もつ鍋ですが、すき焼きみたいな感じで、卵にくぐらせて食べたいと思います。すごい、七味唐辛子を入れて食べます。はい、美味しそうです。美味しいです。はい、美味しくいただきます。終わりです。はい、ウインナー、もやし、ニラ、豆腐、もつはこの辺です。で、入れたらこんな感じです。今日も美味しくいただきます。